はい、どうも、哲学徒です。なんとかですね、レベル799の、ゲージマックスと、あとですね、ファングウルスの方ですかね、ヘル8で倒せたので、難易度インフェルノ、ついに解放していこうかなと思います。そうですね、インフェルノかな。難易度の進行と。はいはい。難易度インフェルノに行くには、ファングウルスをヘル8で倒し、パラゴン800に到達するだけの経験値を貯める必要がありますと。難易度インフェルノに進むことで次の内容がアンロックされますと。追加の武器スロットと構えシステム、さらに強い装備、新しいヘリクアリボスや、新しいレジェンダリー特性、新しいパラゴンツリーと。難易度インフェルノのプレイヤーには、新しいチャレンジリフトのレベルに挑戦することができ、ランクを争う相手は他のインフェルノプレイヤーに限定されますと。難易度インフェルノのプレイヤーは戦場においても他のインフェルノプレイヤーとのみランクを争いますと。マッチメイキングではインフェルノのプレイヤー同士で対戦が優先されますが、待ち時間を最小限にするために必ずしもそれが実現するとは限りませんと。難易度インフェルノに進むと、そのキャラクターの現在のランキング順位は全て抹消され、順位に応じた報酬が届きますと。また難易度インフェルノへの進行は取り消せず、他のプレイヤーとは常にインフェルノで競うことになりますと。こういう制限があるんですね。進行を確定すると。おー、パラゴンレベル800で、インフェルノ。?1 かな?はいはい。武器の構えがアンロックされた。クリックで詳細を表示と。ほう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 。メインハンドとオフハンドのアイテムを装備できるようになりました。というところで。今特にレジェンダリーとかしかないけど、大丈夫かな?あら。これももしかして能力値に追加されるのかな?こっちの方が強いの?そして、あ、ここももしかしてアイテム強化ができるって感じなのかな?やばいですね。クリックで構えの詳細を表示。精度の構え、発動時メインのクリティカルヒットが 8%、はいはい。ああ、なるほどね。おお、すごい。で、確か私 L2 かなんかに構えを。ああ、これで L2 で構えが変更できると。おお、面白いですね。あ、なるほどね。能力値はどうなるんだろう。おー、一気に上がりましたね。16000。おー、どうは?ということは、あれですね。レジェンダリーアイテムをある程度ちょっと掘っておかなきゃダメですね。そして、征服者。一気にレーティングが上がりましたね。しかし。で、強化。こう枠強化できるところですよ。おお、なるほど。でもこれで適正火力には到達したんじゃないかな。あ、というかこれやばいですね。戦闘レーティングも上がるってことだよね。すごいな。これそういうことだよね。
そうか、武器枠が2つ増えるっていうことはレーティングも上がるってことですよね。おー、やばそうですね、取引。うん、で今ランク5の宝石がいくつかあるはずなので、ここら辺をはめときましょうか。これやばそうですね。パラゴンの方も、あ、新しく、おー、薬師で、これがインフェルノ2、インフェルノ3で解放されるって感じですかね。おお。火力自体はあれなのかな、変わらないのかな。800が、800解放ですね。一気に1000ぐらい共鳴値、共鳴値じゃないレーティングが上がりましたね。おお、まあでもありがたいですねこれね。もう一回押すと、あ、構えが、お、攻撃力が上がった状態になるみたいな。面白いですね。せっかくなのでちょっと残りの報酬クエスト回してみよう。どんな感じなんだろう。インフェルノ1、まあ、これで多分レーティング的には足りてるはずなんですけど、戦闘のか、一気に火力が上がったような気もしますよ。これがインフェルノか。はいはい。で構えを変えると、ああ、そういうことか。
これ裏の装備に何入れるかとかそういうのもちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。戦闘の構えがアナログされた。なんかおもろい感じですね。まあ火力も一気に上がったんで、まあちょっとチャレンジリフトの方もね更新しておこうかなと思いますね。いやーこれ面白そうですね。まあというか一気にダメージ帯も爆上がりという感じですか。まあ早めにインフェルノに目指して頑張っていきたいなと思いますけど。おお。あ、でも結構楽になりましたね。あんまり雰囲気としては減るにと変わらない感じかな。減る8とあんまり変わらない感じかな。はい。結構そうですね、レベル上げを普通にしていけば、レーティング的には大丈夫かなと思う感じですね。あと、ヘル8に入ってすぐ、ヘル8じゃない、インフェルノに入ってすぐ、武器薬が2つ追加されるんで、もしかするとちょっと武器とかはね、強めのが出たら残しといた方がいいかもしれないですね。ほいほい感じですね。まあまた武器枠の強化で素材もたくさん必要になりそうなんで、まあしっかりと貯めてランクアップもしていきたいなって感じですね。前がアンロックされた。これずっと出ちゃうんかな。それはそれでって感じなんだ。よいしょ。お、片手が出たね。これなんで？もう見たよ。ああそういうこと？4箇所の武器スロット全てを埋めると構えをアンロックします。これでいいんだよね。あ、面白いですね。いやーここら辺もね、まあゆっくり やり込んでいけたらいいかなって感じですね。レジェンダリーアイテム8個装備する 6枠、あそういうことか。そしたら、まあ、オフハンドか、しっかりと掘っていけるかな。いやー、嬉しいですね。で、次のインフェルノ、
2が2万なんで、まあ、2万まではちょっと時間かかるかなと思いますが、まあ、900以上なんで、まあ、ゆっくりとやっていけたらいいかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。